はい、トライトルンポー共和国 Vlog です。今日はですね、無線でもなくて占いでもなくて、まあ、取材後期ですね。先日取材でですね、長野県の駒ヶ根市っていうところにあります、信州駒ヶ根自動車学校っていうところに行ってきました。まあ前は一回行ったことあるんですけど、まあ私バスマガジンっていう雑誌の記者をしてますので、まあ、バスのことについて記事を、まあこれは雑誌本誌にも書きますけど、ヤフーニュースにも書いてるんですが、ウェブ版ね、書いてるんですが、まあバスの免許、まあ、大型二種免許っていうのがありますが、その駒ヶ根自動車学校も大型二種免許はもちろん取れるんですね。でもちろん教習用にバスを、いわゆる路線バスタイプの大型バスですね、まあ、中型二種も取れるので中型バスもありますけども、まあ、主に大型バスを、結構いっぱい持ってます。で、それはあくまでも路線用なので、まあ、11メートル、約11メートル、10.5 から11メートル車の路線バスで教習をするんですよね。で、まあ、免許取るときは、大型一種を持っていない場合は、まず最初にその大型の仮免許を取らないと路上で出れませんので、大型仮免許を取るわけですが、まあ、それもトラックじゃなくてバスで、場内で、まあ、練習をするわけですね。で、大型仮免の、仮免許に一種二種の区別はありませんので、大型仮免許の、試験、まあ、これは修了検定ですね。修了検定をバスでやって、で、大型仮免許を取得すると、路上に出れるわけですね。まあ、仮免許練習中の札をバスにつけて、で、駒ヶ根市内に出て、路上教習をやるわけですね。で、卒業試験っていうのは、大型二種の場合は、まず場内で試験をします。で、持ち点100点からスタートするわけですけど、場内に課題がありまして、決められた課題が。それが終わった段階で、持ち点が残っていれば、路上に出られます。その段階で、検定中止、要は不合格だと、もう路上には出れませんので、そこで終わりということになるわけですね。で、最終的に、場内と路上と両方、通してやって、持ち点が残っていれば、合格の持ち点が残っておれば、卒業試験合格ということで、二種免許持ってない場合は、改めて試験場へ、各ね、住所地の試験場に行って、二種の学科試験を、パスして、免許証をもらえるということなんですが、まあ、必要な車両っていうのは、大型二種の、教習をやる場合には、その11メートルの、路線バス、タイプのバスだけが必要なんですよ。ところがですね、その駒ヶ根自動車学校って、高速バスとか貸し切りバスで使うような12メートルの、トップドアのハイデッカー車を4台も持ってまして、これはね、三菱ふそうのエアロバスですね。12メートルの、私が乗ったのは17連式でしたけど、エアロバスを持ってます。4台持ってます。これは基本的には大型二種免許を取る教習には使わないんですよ。使わないので、その普通に大型二種免許を取りに行く人が乗れるバスではないんだけども、4台持ってるんですね。で、なぜかと言いますと、まあ大きく2つ理由がありまして、まあ一つはですね、普通にマニアの方、バスマニアの方が、大型二種免許を持ってるバスマニアの方っていっぱいいらっしゃるわけですよね。
別にバスの運転手を職業にしてなくて、好きで、大型二種免許を取ったっていう人もいるわけです。で、そういう人たちは乗る機会ってないですよね。バスに乗る機会って、運転する機会って。レンタカーでは大型バスのレンタルってできませんので、マイクロバスまでしかないんですよね。だから、大型バスを借りることはできないわけですね。で、まあ、バス会社とかでやってる、試乗体験会みたいなのありますけど、あれはあくまでも場内ですよね。自社の養成教習場だとか、あるいはその一般の教習場系列のね、例えば電鉄会社系列の、バス会社であれば、系列に自動車学校を持ってますので、そこにバスを持ち込むか、あるいはそこの教習車を借りて、場内で、体験運転をさせるというのはありますよね。で、これはなぜかというと、その大型二種免許を持ってない人も来る可能性がありますし、仮に持ってたとしてもペーパードライバーだと危なくて、さすがにこう勝手にね、一般の道路を走らせるわけにはいかないので、まあ、なので教習車でやるっていうパターンですね。だからいずれにしてもですね、一般のマニアの方が大型二種免許を持ってても、その普通の一般の道路で、バスを、大型バスを運転するっていうことは基本的には自分で買う以外はね、そういうことをやってるところもありますけど、基本的にはできないわけですね。で、その五万ヶ根自動車学校はペーパードライバー講習っていうのを随時受け付けてまして、これは普通免許でも、普通免許でポピュラーですよね。どこの自動車学校でも、まあ、免許は取ったけども、あまり運転に自信がないとかね、若い頃に免許取ったけども免許を取って車を運転する機会が全くなくて、だけど例えば女性とかで結婚してね、子供ができて、子供を例えば、塾の送り迎えをしなきゃいけなくなったとか、学校ね、ちょっと遠いので駅まで送り迎えしなきゃいけなくなったとか、まあ、いろんな理由ありますよね。それで免許は持ってるけど、今まで若い頃は全く乗ったことがなかったけど、そういう家庭の事情で車に乗らなくちゃいけなくなったっていう人は怖くて乗れないわけですよね。車は家にあっても旦那さんしか乗らないとかね。で、そういった方が普通乗用車、普通免許でね、ペーパードライバー講習っていうのにまたね、教習所に行って教官から運転の基礎を教えてもらう、テクニックを教えてもらう。でもその場合はもう免許は持ってるわけですから、仮免許練習中でもないですし、それから免許取るための過程、協定っていうのはないわけですから、自分が苦手なことを言ってカリキュラムを組んでもらって、で別に免許持ってるから路上出たっていいわけですよね。まあ、不安であれば場内で一通り練習するんですけど、で出ていいわけですね。で、今はほとんどがオートマチック車ですから、まあ、坂道発進とか別にやんなくてもね、後ろに今下がりませんので大丈夫ですよね。サイドブレーキ引いて、昔はねサイドブレーキ引いてハンクラッチで徐々にこう下ろしながら、こう後ろに下がらないようにね、坂道発進してましたけど、今サイドブレーキって足踏み式が多いですから、もうリリースするか踏むかどっちかしかないわけですから、そんなこともできないわけですね。ましてや AT なんでしなくていいわけですよね。そうじゃなくて、例えば狭い道があるのでクランクとかね、 S 字だとか、あと基本的な走り方とか、そういうのを練習するわけです。で、駒ヶ根自動車学校はそれは普通自動車に限らずですね、大型でも中型でも大型2種でもペーパードライバー講習ってやってくれるんですよ。募集してるわけじゃなくて、まあ、募集自体はいつもやってるんですけど、どんなことをしたいかっていうのは、こっちがこういうことをしたいって言えば、それに合わせて相談に応じて組んでくれるわけです。で、大型2種もそれをやってるので、普通の路線バスタイプの、まあ、教習車ですね、いわゆる教習車、免許を取るための教習車、あそこは全部イスズエルガですけど、イスズエルガに乗って、場内で一通り練習をして、まあ、教官が外に出てもいいなと思えば外に出してくるわけですね、免許持ってますから。で、自分の
やりたいことをあらかじめ相談してやらせてくれるわけです。だけどもっとハードルが高いのはやっぱハイデッカー車、高速バスとかね、観光バスとかに使う、貸切バスとかに使う12メートルのハイデッカー車ってもっと運転する機会がないわけですね、路線バスよりも。でそのためにというのも一つの理由ですけど、4台用意してて、それ免許持っていればその代わり大型認証しかダメなんですよ。法律上は別にお客さんのして優勝運送してるわけじゃないので大型一種でもいいんですけど、だけども学校の規定でバスは大型二種免許を持ってる人じゃないと乗せないっていうルールがありますので、大型二種を持ってる人は行ってとかあらかじめ、ね、相談して申し込んで行けば、所定の料金払えばそのエアロバスも乗せてくれるんですよ。で私が前回行った時にはエアロバスはコロナのちょうど真っ最中でして、その需要がほとんどないんですよね。なので車検取ってなかったんですよ。まあ車検を切らしたままだったんですね。だから場内では運転できますけど、一般道に出て運転するわけにはいかなかったんですよ、車検取ってないので。でところがコロナまあ明けて、行動が自由になってくると、ちらほらと私もそういう記事を書いたこともあるかもしれませんが、マニアの方がね結構問い合わせが多いらしくて、エアロバス乗りたいけど、自分らしかダメなのかというね問い合わせが結構多くなってきて、で取ったんですよ、車検取ったので外に出られるようになったんですよ。まあ、なのでそういうのもあって取材に行ったんですよね。だから私もエアロバスに場内では乗りましたけど、外には出てないので、ハイデッカー車をね、12メーターのハイデッカー車を運転するのに行ったっていうのが、まあ、そもそも最初の発端だったんですが、ただマニアのね運転需要を満たすためだけに車検をね、わざわざ大型バスの車検を取る、わけはないので、実は本当の理由っていうのは、実はバス会社からの委託教育、これはもう二種免許を持った人ですね、バス会社にちゃんと就職をして運転手の卵として、今までだったら全部バス会社の中で教育をして路線の研修もして一人前のお客さん乗せて走ってもいいワンマンですからね、なったら初めて運転手としてデビューするっていうことだったんですが、まあそれの初期の段階ですよね。本当に初期の初期、運転免許を取っただけではまともに走れませんので、ただ単に走るだけじゃダメなんで、お客さんの対応したりドア開けたり、それからバスベイにちゃんとつけたり運賃収集したり、まあ、いろんなことやらないといけないわけですね、ワンマンですから。なので、そういった基礎的ないわゆる運転をするテクニック、路上でね運転するテクニックっていうのを基礎的なところを自動車学校で受け負って、でそのバス会社の要望に従ったカリキュラムを作って、その運転手の卵を受け入れて、で、みっちり基礎訓練をするっていうのもやっているんですね。でその中で11メートルと12メートル、まあ、路線バスは11メートルですけど、高速バスとか貸切バスは12メートルなんですね。たった1メートルなんですけど、この1メートルの差がものすごい差だっていうことで、例えば大きなバス会社で路線バスの運転手が人が当たらないからちょっと貸切バスの方行ってくれとかね、高速バス行ってくれって言った時に、その1メートルの差でちょっと躊躇するらしいんですよ、プロの運転手なのに。ちょっと怖がる、怖いっていうことでちょっと躊躇してしまうっていうことが実際に多くあるらしいんですよ。でそれを11メートル車から12メートル車に移行するのにも、やっぱりその社内でね、今まではそういう研修講習というのをやってたんですけど、今も人手不足でそういうことができませんので、で駒ヶ根自動車学校に依頼して、でそういうプログラムを
一緒にバス会社と一緒に組んで、でその訓練というのを普通自動車学校でやる。でそのためには12メートル車が必要ですので、ないとダメですよね。なので12メートル車っていうのを、車検取って、で外でも走らせられるようにしたというのが実情なんですね。で当然それはバス会社との契約で、バス会社のカリキュラムでやるわけですから、何をするかっていうのはバス会社が決めるわけですよね。全部同じプログラムではない、本当に全部オーダーメイドのプログラムになってるわけですけど、やっぱり高速道路を走ったりとか、まあ、特にね高速バスだったりとか、まあ、貸し切りでも遠くに行く場合は高速走りますよね。高速道路もの走行っていうのも訓練に取り入れることはできるわけです。駒ヶ根って中央自動車道走ってますので、駒ヶ根インターっていうのがあるので近くにジャンクションもあったりとかね、あと普通のインターチェンジだけじゃなくてスマートインターチェンジがあったりとか、大型車が通れるね、そういうのもあるので、いろんな訓練ができるんですね。なんなら西と東山ですから、山の上はスキー場ありますから、まあ真冬はあれでしょうけど、雪の降ってない時だったらね、スキー場の駐車場まで、私も前回、エルガじゃないんだ、すいません、駒ヶ根自動車学校は、エアロスターですね、三菱のエアロスター、が路線車なんですけど、エアロスターで、登りましたよ、スキー場の駐車場まで。夏のね、何にも車いないでしょ、夏なので、夏にスキー場行く人いませんので、そこまで山道をね上がればいいんですけどね、下るときにやっぱりエンジンブレーキだとか排気ブレーキだとか、まあ、リターダーですね、そういうのを使って降りないと、ずっとフットブレーキを使ってるとブレーキそのうち効かなくなりますので危ないですので、そういう実践的なことも教わりながら、訓練をするわけです。で今回は私一泊二日で行ったので、まあ、そんな長いことはできませんが、1日目ね行って、1日高速バスで行って、1日目は半分2時間ぐらいですかね、2時間ぐらい城内を走って、で、運転基礎的な運転技術っていうのを12メーター車でやるんですけど、これがねなかなか一発ではできないんですよ。なんでかというと、教習場の中のコースって11メートル用に作ってあるんですよ。なのでホイールベースが1メートル長いと、例えばね S 字とかねクランクとか、やっぱりその1メートルの差ってでかいんですよ。簡単には曲がれないんですよ。脱輪するとかね、乗り上げちゃうとかね、そういうことがやっぱり私もありました。まあ 2,3 回やればコツつかむので通れるようになりますけど、でもその1メートルの差ってそんなに大きいんですよ。でそれで一通り回って、見極めをもらって、じゃあ大丈夫ですねって言って外に出て、1日目はね夕方ぐらいまでずっと外市内をあれこれあれこれ走り回って終了ですね。2日目は朝からですね、もういきなり高速です。でちなみにこれペーパードライバー講習の場合は高速は走れません。この高速私が走ったのはあくまでもバス会社からの委託されたプログラムの模擬ですね、のために、取材のために特別に許可をもらって高速道路を走ったんですけど、普通のペーパードライバー講習で行く場合は高速は走れません。市内の一般道のみですので、そこは間違えないでください。で高速駒ヶ根インターから入りまして、で途中のね狭いスマートインターで降りまして、やっぱりねETC のレーンってギリギリなんですよね。バスって幅 2.5 メートルあるんですね。バスってギリギリなんですよね。ギリギリと私は感じました。だけど高速バス乗ってるとそんな全然感じないでしょ。スーッと行っちゃうでしょ。これはプロの技ですよね。慣れもあるかもしれませんが、あれはプロの技だと思いますね。でスマートインターって後からできたインターチェンジなので、
で車両制限もあったりする、ね、スマートインターもあります。大型車ダメとかね、普通車のみとかいろいろありますけども、まあ、何せ後から無理やり作って一般道に接続したようなあのスマートインター多いので、やっぱ狭いんですね。でスマートインター降りて、であの何ですかね、道の駅ですかね、道の、あ、農道走って、農道ハイデッカーで走って、でまた次のインターチェンジから乗って、でジャンクションを通って、どこまで、塩尻まで行ったんですかね、駒ヶ根から塩尻まで行って、で塩尻インターの近くの道の駅で、休憩して、あ、その間に一回パーキングエリア止まってますね。パーキングエリアに入ると、まあ、大型車のスペース、駐車スペースありますよね。そこでこう前から突っ込んでいって、一発で入れないといけないわけですね。あのとこバックなんかしてたら危ないですから、一発で入れないといけないわけですね。両側にトラックいるところでね。それはちゃんと教習課程で、ああ、いろっていうのがあったはずなので、それを駆使して入るわけですね。で道の駅では大型車用の駐車場がありますけど、これも両側トラックが止まっているところに、バックで入れていくわけですね。これは方向転換やりましたよね。あの方向転換の技で入れていくわけですね。そこからあとはもう駒ヶ根まで、どこにも寄らずに高速道路だけを、こう1時間ぐらいですかね、1時間ぐらいこう高速道路を走って駒ヶ根まで戻るという、そういう約3時間ちょっとのルートで、ハイデッカー車を運転しました。私、あのハイデッカーで外走ったことはありますけど、あの高速道路をバスで走ったのは生まれて初めてでしたね。という取材をしてきたんですが、やっぱり1メートルのホイールベースの差っていうのは、あの普通ね、前に走る分には何の問題もないですし、高速道路みたいに広い道路を80キロとか90キロで走る分には、別に1メートルの差っていうのはさほどとか全く気にならないですが、やっぱりカーブですかね、と、あと、右左折、右折は大丈夫ですけど、左折ですかね、左の後輪の巻き込みですよね。内輪差大きくなりますので、1メートルの差は、そういうところとか、あとはライン取りですね。普通の乗用車でライン取りっていうと、3車線あるうちのどこを走っていくと、渋滞に引っかからずに済むかとか、そういうライン取りですけど、そうじゃなくて、その、自分のバスが走るレーンの中でのバス取りです。車線の中での位置取り、ライン取りっていうのが、結構ね、カーブとか、ああいったところでは、聞いてきますね。対向車が全くいないとかね、そんなんだったら別に多少はみ出してもいいですけど、1メートルの11メートルとね、12メートルのたった1メートルの差で、ちょっとライン取り間違えると後輪がね、反対車線に思いっきりはみ出てるとかね、あとオーバーハングありますので、オーバーハングでなんかポールを引っ掛けそうになるとかね、まあ、そういうのがやっぱり1メートルの差で大きいんですよね。で、そういうなんか、なんて言うんでしょうかね、体験と、苦労は分かりませんでしたけど、たかだか3時間乗っただけなんでね。だけど気をつけなきゃいけないところだとか、まあ、そのプロの運転手でも、普段11メートルのね、路線バスを普段運転してる人が、いきなり12メートル、たった1メートルの差ですけど、12メーター車に乗ってって言われた時に、ちょっと躊躇するっていう意味が、なんか分かったような気がしました。まあもちろんね、それを仕事にされておられる、プロの高速バスとかね、貸し切りバスの運転手は、別にどうってことはないでしょうけどね。私みたいなペーパードライバーからすると、11メーター車でもそんなに慣れてないのに、12メーター車のハイデッカーに乗ると、そういったところがものすごく大きな差になって、感じられるっていうのがよくわかりましたね。まあ、高速道路は走れませんけども、エアロバスは4台ありますので、
相手さえいればペーパードライバー講習で、講習という名目で、もちろん教官付きですけどね、場内で確認をしてもらって OK だったら外に出れますって、一般道を走れますので、結構ね、高速じゃなくても結構いい道路ありますよ。しばらく信号のないね、走りやすい道路ありますので、まあ、そういったところをコースに入れてもらうといいんじゃないかと思いますね。あとバス路線がもうないんですけど、駒ヶ根市内って、ほぼないんですけど、バスベイは残ってるんですよ。昔路線バスがあったところのバスベイは残ってますので、でそこバス停ないので、ちょっとバスベイに止めさせてもらうとかね、そういったことはできますので、要望してみたらいいんじゃないかなと思います。もちろんマニュアル車です。エアロバスなので、17年式のエアロバスなんで、 MS6 ですかね、だと思いますけど、マニュアル車です。フィンガーコントロールミッションの車です。ちなみにトイレ付きです。トイレは使ってませんけど、処理施設がないので使ってませんけど、だから元高速バスでしょうね、多分ね。元高速バス、現役の高速バスだった車が、今自動車学校の車として第二の人生を送っておりますので、まあ、もし気になる方はね、一泊でもいいらしいですよ。中に合宿教習用のちゃんと宿舎ありますので、ご飯つけてもらって、一泊の料金いくらか知りませんけど払えば、一泊の対応っていうのもしてくれるみたいですので、長くね、少しでも長くエアロバスで転がしたい方は、ぜひ駒ヶ根自動車学校に問い合わせてみてはいかがでしょうか。はい、まあ、そんな感じでちょっとそういう取材をしてきましたと。まだ記事書いてませんけど、そういうお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。